はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。放文社、アニブレックス、ドリコム、注意喚起。キララファンタジア、クリアをこの手に。はい、キララファンタジア始めていきたいと思います。随分と早いのだな。彼女は落ちない。通信状態がちょっと不安定かもな。ロゴボ、ロゴボ。学校暮らし期間限定特別セレクション召喚ありますね。このように水着ですか。水、寒そうですね。11月。あ、これは持ってるな。くるみの水着は。あとブレンドレス、いいですね。なんかね、桜の宮、このなんていうんだ、なんだったっけ、静か。ちょっさ、ブレンドエース3人。ブレンドエースって声優のあれだから、一応3人揃ってますね。これなんだろう。あ、そうだ、あの、キララファンタジアのフェスで発表された、部屋のコンテストっていうのもあります。これイベントのピックアップ召喚ですね。日に焼けやすいので日差しがちょっと心配です。確かに朝のトレーニング気持ちいいわね。どんな問題、頑張ってるわね。星5が欲しいとこです。よし、頑張ってくぞ。竹本ふみ、ひふみレベル上がっちゃいますよね。ギター濡れたままにすると指板にカビが生えるらしいですよ。ギターは生き物です。中野あずさです。親がジャズバンドをやっていた影響でギターを始めました。アズニャンが今レベル100。キララの特別武器を持っております。今7万6000か。まだこれなんだけど、増設しなくていいですね。今回のクエストやっていきたいと思います。朝は鍵の手入れをして、あとは基本的には無銭でやっております。皆様のことをしっかり目に焼き付けておかないと。1日1回ですからね。あ、水中級しかまだやってないんだ。サブ面も用意したいですね。せっかくあの15個あるんで。強いメンバーだけじゃなくて、ゲネッチ、行ってきます。やるしかないよね。こっち来るな。
ー、順調ですね。ここで培った私の力見せるよ。さあ、こてっちゃん、アニメーションを省略してしまった。倒しちゃった。マジ暴力反対、ありがとう。オッケー、これやると倒しちゃうからね。必殺、なんだっけ、スクワブストーン。あ、倒してない。そうです、しっかり忘れたけど。レベル10上がりましたね、コウ先生。何もしてないけど、まあいいか。これはどう？あ、まだネグさんが残ってたのか。あー、来ない。これだ、来ない。離れても平気かも。こんなことでよければ。あんまりいたずらしちゃダメだよ。なんてこう来ました。来た来た、これで勝てる、勝てちゃう。はい、本気のコース行きます。お腹が、よし、ワンフォーアール、最後の一つだから。スキルを上げていきます。よかった、なんとか勝てて。さあ、メインであります。エトエリアエクスプローラー。決定イベント早く走らないと期間が終わっちゃう。収集クエストをやりましょう。あと7日です。こういう体験も将来きっと役に立ちますね。まずは一番下。これはこれですね。おっと。キラー武器使わないともったいない。キラー武器はレベル4ですね。オーバーしないです。ボーナスもらいましょう。一発で倒しちゃいますよね、どうしても。私の力でみんなを助ける。ダメだ、死なせないぞ。サポートします。マジか、なんかスキルを手に入れてるみたい。魔法攻撃するとどうなるんだろう。本気の力見せてやるです。いきます、アズニャー。やっぱ一回がすごすぎる。82万。
まあこのキャラ弱いとはいえ、ちゃんと来い、力を貸してあげるから。よし殴ろう。これ終わっちゃいますよね。受けの役割も大事なんだよ。アホガード。一段だけだったよな。いっそ気を引き締めなくては。立ち止まらず諦めないで。アズニャに戻そう。皆さん準備はいいですか。本気の力見せてやるです。行きます。アズニャ、アズニャのためのゲーム。5万3000か。やった、勝ちましたよ。やっぱり武器があると違いますね。低温で燃え尽きた、しばらく手不自由です。許して冷やしです。こういう体験も将来きっと役に立ちますね。これだとオーバーしちゃうんですよね。ただこいつボーナス持ってるから外しにくいな。だからか。まだオーバーするし。外していこう。ボーナスを持ってるキャラクターですね。クリティカルが強くなったな。大丈夫、これで元気になるから。乗っちゃいましょう。その時のために練習したんですから。行きます。5万2000。来た、オッケー。14万。焦らずに行きましょう。うわ、びっくりした。みんなで頑張ろう。交換はできない。交代可能までベースがかかりますね。死ぬ。生きてみましょう。この時のために練習したんですから。
19,000。やったー、勝ちましたよ。最大120なんですね。またさっきの人か。あ、そうだそう、同じにスケートキャラ選んだんだから、こういう体験も将来当然ですよね。3人いるんですね今。40か、野口千秋。ボーナスは火災がけてできたっけ。別のキャラを、あの人を選ばないといけないですね。海子ちょっと顔が怖いです。さあ行くか。ボーナスプラス3ってすごいのか。いない。燃え上がれガンダム。おっと、気づいきれないのかな、よし覚悟しろ。アホか、なんでだよ、魔法で出せるサラダか。一体か、私に何かしたら次のターンでしばくぞ。千秋の必殺を見ていきましょう。回復か。なし、この必殺、強盗アタック。初めてやな。あったけー、ほれ、宝刀。山梨名物宝刀です。準備万端です。行きますよ。ドレスっぽく配るにはどうする。なんとかしないと。すごい。よかったらどうぞ。彼女も結構強いですね。41,000。負けるわけにはいかないもんな。回復する相手を間違えた。上がってください。これはまずいぞ。やばい。結構死にそう。それダメージ死ぬ？あ、死んだ。ブレン、結構強いですね、ブレンドです。Sの。ユイの仲良し度が4にあ。ユイとソーニャのシナリオを処理する2人が解放されましたと。見ていきましょう。マジか。ソーニャちゃんですね。ポジションが似てるのかな、キラのアニメの中で。そうなやつが出てきたな。マ
すまんな。うん。あれは友達。そうだな。すまんな。うん、まあいいだろう。マジか。なしだ。うん。クルミーベイベー。マジか。言えないですね。食いついていきます。おお、20個もらえるんだ。こういう体験も進めていくと大きいですね。きっと役に立ちますね。ミッションも達成できます。さあ、最後ですね、超級。これ本気でやらないといけないです。行ってみましょう。準備はいいですね。行きますよ。動画の戦うヒロインになった気分。そんな。行った。そこです。やっぱり強いですね、普通に。力が湧いてきます。一発で倒しちゃいますね。力のバランス調整が難しい。足りないようですね。オッケー。サポートします。次のターンですね。準備万端です。行きますよ。ド S っぽく配るにはどうする？なんとかしないと。もう強い。お、怪人ブラケット。そこです。強いね。周りの敵も結構強いんで、安心してるとやられちゃいます。大垣千秋。悪魔の刺客たち。大垣千秋死にそうだよな。守りに徹するぞ。一発で死にそう。鬱陶しいので目の前から消えてください。立ち止まらず諦めないで。そんな。そんな。さあ、ダメージを食らっておきます。よし、この必殺強盗アタック。それまだレベル1ですからね。アタック。お前回復しないです。皆さん準備はいいですか。この時のために練習したんですから。行きます。あ、強化すればよかった。すごいな。18万。
こういう体験も将来きっと役に立ちますね。これなんだけど頼めるかな。いつでもいいからね。ルーン言ったよな。武器がなければ勝てない。それはここでも一緒。野原さんから言われた。お願いしてもいいですか。ありがとう、助かっちゃった。キャラクターシートが20、うん、で60ですね。石が E&E が一つもらえます。さらに、50使えば火力がアップですが、ちょこちらを優遇します。交渉成立。なるほど、キャラクターシート2つはさすがにないでしょうね。さあ星結晶を増備しないといけません。何がいいかな。下2つはそんなにキャラがいないんですよね。日だまりだな、やっぱり。交渉成立。これで日だまりで、武器の素材がアップするのか。交渉成立。たくさん持ってるのはやっぱり進化ですよね。交渉成立。交渉成立。さあ強化を行いましょう。全属性。で当然これで100になりますね。またどうなるんだろう。あと進化って誰かできるのかな。まだですね、進化は。これで湯の地がどこまで上げられるんだろう。全部は無理そう。なかなか上げるのは関門です。なんかお、ボーナスで92万円もらいましたね。一歩踏み出せたかな。一歩踏み出せたかな。もらえますよね、水を信念でも。一歩踏み出せたかな。ありがとう、助かっちゃった。お金結構使っちゃうんですよね、これやると。まあ、2人目補強はしたいですが。中野あずさです。親がジャズバン。お金も大事。そう、お金なんですよね。ユーザーランクも上げることも大事。そして
そこにお金使っちゃいますね。お金があげることが大事とか言っときながら。ちょっと忙しい。わあ、ありがとうです。とても助かりました。石を10個これでいただきました。あ、そうだ。トレードでお金に変えちゃえばいいんだ。おはよう。要件は。いいですね、このおはようがいいな。今のおすすめ。交渉成立。これで30万。こういうふうにお金を少しずつ、稼いで、かつ教科書素材も、増やしていかねばなりません。交渉成立。はい、というわけで課税を重視して、増備しないといけないってことですね。今のおすすめ。交渉成立。わけで、ここまでとしたいと思います。次回は決めた。今日は一日お家でゲームしよう。こういう体験も将来きっと役に立ちますね。この、風属性の敵と、収集クエストで当たりたいと思います。ぜひ応援いただければ嬉しく思います。もし、この動画お気に入りましたら、チャンネル登録、高評価、お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で、関連動画、動画プレイリスト、表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただき、ありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。